Hey guys, welcome back for more Atelier Ryzen 2. So we are going to the final place now. So let's begin. Come on. The mausoleum, right? Here. やばそうな感じはまだなさそうか。特に変わったところはないようですね。でも、ああ、魔物の気配を感じるな。魔物、フィルフサ？そこまではわからないわ。とにかく奥まで行ってみないことには始まらないってことね。いいな、いいな。探求心くすぐられるよ。Okay, let's head straight through the last part. It's the same weak puny anyway, so we don't need to fight them. By the way, I changed my character. I made Patricia another weapon, so remove Lent.Like, I got tired of using Lent. Yahari, Hiraite Shimateita ka. Fee, what do you got? Kuki ga. Watashitachi no sekai no kuki ga nagarete kiteiru no kamashirenai wa. Osoraku.それを肌で感じているのだ、あいつは。どうする？行くしかないでしょう。私もこの先に何があるのかこの目で確かめたい。それにもしまたフィルフサが溢れてくるようなら放っておけないよ。あの、やっぱり危ないと思います。他の人たちを呼んでくるっていうのは。私たちは一度経験してるけど、もし本当にフィルフサが来るようなら、それだともう間に合わないと思う。なあ、それならよ、この扉をもう一度閉めるってのはどうだ？そっちの方が可能性としてはありそうだが、閉じ方はわかるか？わからないけど。水晶に封じられていた魔力が失われ扉は開いた。ならばもう一度水晶に魔力を封じればとは思うが、その方法はわからない。そもそもそんなことができるかすらな。それよりは奥に踏み込んで門を見つけ出し、門そのものを閉じる方がより確実だ。だよね。そうなる気はしてたんだ、僕。3年前を思い出すな、ライザ。うん。あの秘密の隠れ家でのことをね。違うのは、こっちもあれからいろいろ成長してるってことだ。一丁殴り込んでやるか！間違いない。門が近くにあるのを感じる。Okay, there's treasure chest here, plus... Will we still get the fragments though? I mean, we still need them for sure, but... Do we need all of them? I don't know.この遺跡って何のために作られたのかな。見てわかるように、こいつはクリント王国時代のものではない。もっと昔に作られたものだ。そうだね、作りが全然違うし。正直私には全然差がわからないですけどね。そして作られた理由だが、私の見立てではフィルフサの侵攻を食い止めるためだろう。
え、そうなの？アンペルさんがやってるみたいに門を閉じればいいだけなんじゃ。私が行っているのはあくまでクリント王国時代の門を閉じる行為だ。ん？どういうこと？クリント王国時代の門は人工的に作られたものだ。門の開閉の仕方も確立されている。だがここは先ほども言ったように時代が違う。おそらくはまだ方法が確立されていなかったんだろう。ということは開きっぱなしにしてたってことか。無論そういうわけにはいかない。そこでこの時代の人々は別の方法を考えたのではないかと思うのだ。すなわち門を閉じるのではなく、門そのものを何かで覆って封印する。それがつまりこの遺跡というわけだ。そんな大胆な。でもそれなら確かに遺跡が存在する説明がつく。じゃああれか、ここに財宝だのなんだのは。ほとんどないだろうな、私の見立てが合っていればだが。今はそんな程度の低い話をしている場合ではないぞ。でもアンペルさんなら門を閉じられるんだよね。いや、今回は実物を見てみないとわからん。まずは先を急ぐとしよう。Okay, there's some black peonies here. これ、ライザが喜びそうかも。Teleport. There's probably a teleport to go to the other course. Or other rooms. ひょっとしてあれじゃない？前に湖の遺跡で見た。確かに見覚えがあるな。なあ、何なんだよこれ。これね、もし知ってるのと同じものだとしたら、どこか別の場所に繋がってるはずなんだ。別の場所ね。よし、触っちゃおう。あ、ライザ、ちょ。やっぱり同じものだったみたい。ライザ、さっさと行かないでよ、もう。お前、何の躊躇もないのな。うん、確かに湖の遺跡と同じ転送装置だな。そもそもなんでこんなのがあるんだ？ここって広いから遺跡の中を短時間で移動するために用意したのかもしれないよ。なるほどね。もしそういう理由であれば他にもいくつかあるかもしれん。ワクワクするね。Immortal Chaser。こんなところがあったんだ。チッ、急に空気が変わりやがった。Maybe there's a portal here on the right side, right? Okay, apparently there's nothing here. Very big.Those are the same monsters back then, right? Remember in the first game? Cluster Beetle? Cluster Beetle?
任せてください。 Skill damage up。 冷たいよ。 He's pretty tanky though. Very tanky, I mean. Wow. Look at the damage. No, honestly, I was just checking if it would drop something. Or not drop. The compass, yes, that one.なんだよあれは。あの姿、間違いない、フィルスタだ。あれが話に出ていたフィルフサ。細かい話は後だ。あいつは倒さないとやべえぞ。うん、みんな油断しないで。こいつ、多分強い。当てる。そこ。やっ。はあ、正解。動いて。連続よ。当てる。ライザー、そこ行くよ。やっ。当てる。届いて。そこ。I don't magic them。ライザーさん、お願いします。ライザー、そこ行くよ。そこ。あっち、占った。Dude, like 3,000 damage. My god, Patty. She's very strong. やはり最悪の予想が当たってしまったようだ。フィルフサがここにいるってことは、異界からこっちに溢れてきているってことだよね。なあ、こいつらは何なんだよ。話では多少聞いていたがよ。こんな生き物、本でも見たことがないわ。これがフィルフサだよ。前に話した異界に住む危険な生物。このフィルフサは門を越えて定期的にこの世界に現れては周囲を破壊するの。なんだよそれ、ヤバいやつじゃねえか。こんなのがこの先にうようよ潜んでるのかよ。そうだ、こうして現れてしまった以上、うようよいると考えた方がいい。そんな。けどよ、定期的にって、俺はこんな奴ら一度も出くわしたことねえぞ。門がなければ来られないからね。それにどこまでも移動していくわけじゃないようだし。なるほどな。私はフィルフサの生態についてずっと調べていたのだが、最近新たな推論を得た。それは、彼らにとって我々の住むこの世界は繁殖の場であり餌場ではないかというものだ。魚が回遊するように、渡り鳥が渡っていくように、彼らは本能によってこちらにやってくるのではないか。
だから定期的にやってくるっていうのか。あくまで私の推論に過ぎ、だがそれほど間違ってはいないと考えている。とにかくこうしてフィルフサがいる以上、どこかに門があって開いているってことだよな。さっさと門を見つけ出して封印しちまおうぜ。ありがとうフィー、あたしは大丈夫だよ。Let us get the chest first though. ワクワクするね。How do we get the one here? I want to get the chest there. Maybe it's in the front, right? Maybe. Let's check. No. I don't need you, Rhino. You're very strong. You're very sturdy.Yes, there, I see it. I see the portal. Natsukashi. What is this? My home. Conadol's air. Toria! Everyone, be careful! What the hell did I hit?宝石に、なんてことないよな。ワクワクするね。ライザなら機器として素材にしそうだし。デーモンエンダー。トリャー！これ、うちの対象だとかなり高値で取引されてるものだよ。OK, we got two now.Let me, change my equipment. Wait, what is the equipment of? Okay, let's just give it to Lent. This and... It's the same, right? Okay. And this one. I'm gonna put Lent here. So if the battle is getting, like, a little bit longer, let's change Claudia out.Especially in the boss, when we're fighting bosses. Like, who knows, right? Maybe it would take super long time. So, I need a tryhard. So,Okay, let's go to the other map. なんだこの正気は本当にここを進むのか。
I was gonna make Ceres weapon, but she needed something that I don't have the material for, so I was like, oh, I'll just skip her. But yeah, if I had the item, I would definitely made the weapon for her. No joke. あれはフィルフサじゃないの？でもちょっと見た目がなんだかヤバそうだよ。いつものより強そうだし。来たぞ、気をつけろ。皆さん、敵襲です。当てる。そこそこ、やっはー、せーだ、連続よ。当てる。そこ、背中は任せろ。Let's try, let's try. 逆よ、はー、届いて。パディ、援護を。ライザ、行けるか。ライザさん、お願いします。ライザ、行けるか。そこ、やっはー、届いて。そこ、私の剣は止められない。当然の結果よ。なんとか勝ったみたいだな。そうだ、思い出した。私、遺跡の記憶の中でこのフィルフサを見たんだ。こいつらは同じフィルフサでも古い時代から存在している種類なの。こいつが。リラさんは知らないの？いや、存在は知っていたが、セリとは生まれ育った場所が違うからな。実際に見たことはなかった。一口に異界といっても、我々の世界と同じようにとてつもなく広いわけだからな。私の故郷はこのフィルフサのいる場所に近かったの。たまたまだけど。こいつは普通のと何か違うの？フィルフサにもいろいろな種類がいるけど、この古い種類のは個々がそれぞれ強いわ。強敵ってことか。やべえな。でもその分、繁殖行動の頻度は低いし、数もそんなに多くないわ。それってつまり食物連鎖の上位にいる種類ってことだね。どういうこと？普通の動物と同じってことだよ。他の生物を捕食するような強い生物ほど数は多くない。なぜなら多くなる必要がないからね。他の生物に滅ぼされる可能性は低いし、むしろ多くなるほど食料の奪い合いになって共倒れになっちゃうんだ。確かに小さくて弱い生き物ほど数は多いですね。おそらくだが、今数多くいる新型のフィルフサはもともとはそれほど強くない種類なんだろう。個としては弱いが、それを補うようどんな場所でもまんべんなく繁栄できるよう環境に適応した。結果どこでも見かけるようになったのではないかと思う。だが仮に他のフィルフサと比べて数が少なかったとしても、俺たちが相手するには多すぎるぜ。できるだけうまく避けていこう。もしこのフィルフサにも女王みたいなのがいるとしたら、前に戦った虫歯みの女王なんかよりかなり危険なやつなんじゃ。Okay, it's still 20%?行ける場所が広がったよ。推理の準備っぽ。
成かな。 Okay, we need to kill three of them. Armor bug, three of them as well. Then Shining Hope Staff. What is that? So we need to get every... What do you call this? Every chest. 皆さん、敵中です。Yeah, I think the other one is the rhino thing, the beetle, right? You need to kill two more of those. Oh, guys!Okay, we got three now. So two more. Okay, there's a chest on the left side. Let's go here first. So if we see a rhino thing again, let's fight it. Okay, hopefully there's a sum here.何が出るかな。エドル・シュワーツ。Or maybe it's this one. Let's see. I'm not sure, but let's try. Maybe. 連続よ。当てる。そこ。やせか。連続よ。当てる。Okay, it's not this one. It is actually the beetle one. So we need to find more of them. やけに霧というかもやがかかってない。この辺り何か仕掛けがあるかもしれねえな。Okay, there's two here. Nice. Divine branch. Oh, what's the other one? ワクワクするね。Grand Floration. 強敵です。正解連続よ。当てる。せーか連続よ。はっ届いた。援護を当てる。連続よ。そこ援護するよ。せーか連続よ。そこ剣の前まだまだ。ほとりちゃんさん合わせて連続よ。この剣が見えるかしら。そこ無事を生産。Dude, look how strong Patty is. The combo, honestly. Like, why did I wait until now to use her? I mean, she's so fast.
受けてみなさい。小鳥さん、合わせるよ。風よ、吹いて。当てる。連続よ。そうだ。そこ。いや、まだまだ。届いて。Dude, I used all my skills in one chain. Jesus Christ. Okay, we got 40% now. Now we need to get the staff. Okay, where can we get that though? Last one. Okay, it's not here. Yeah! 錬金術師にとっては素材になるのかしら。Then later we have to go back and gather all the fragments. Come on, man. There's a lot of beetles here. What the hell is that thing? Huge. Toria! 石ころなんかでよけりゃ、アトリエの前にも転がってるだろうに。この辺り、なんだか妙だな。作りが他と違う気がするぜ。何か不思議な感じがするよね。無理やり作られた壁というか。この辺りは霧も濃いし、まるで目くらましのようだわ。ひょっとしたらあの森の奥の遺跡と同じ仕組みなのかも。そうか、それだよ。ならこの霧をどうにかすれば。あの遺跡だと薪を焼いたけど、同じようにできる場所があれば行けると思う。We need to go back again? Okay. How about we just teleport? どこか行きてえのか？ここはちょっ Much closer.What is this? What? It does not work? What? Is it bugging? Oh, okay. There should be some around here if there's a furnace in there. Divine Tree Firewood.Oh, the Mirage Land? Oh, what was it again? どこか行きてえのか? It was an item. It was an item. But I forgot. Let me check. 何にしようかな? It was pink. I remember it was pink. Was this one? Okay, Divine Branch. Okay, it's this one. It's this one. さあ、何を入れよう? Awakening Incense.何を入れよう? When we removed the big boulder, remember that? 何入れようかな? お、いい感じかも! うんうん、悪くないね! ね、Let's go back. どこに行くのさ? ここはちょっとまたみんなと冒険できるなんて、なんだか夢みたい。
なんか徐々にだけど霧が晴れていってる気がするね。どうやら当たりみたいだな。同じからくりだったってわけだ。同じからくりなら、あの不自然な岩場にも何か変化が起こってるんじゃないか。ここまでいろんな仕掛けを用意する理由って何だろう。やっぱりフィルフサ。そうだな、それが一番だろうが、それだけじゃない。おいそれと門には近づいてもらいたくないだろうから。遺跡の外から紛れ込んでくる人間にも目くらましとして使っていただろうな。フィルフサがこういう目くらましに引っかかるかどうかはわからんがな。そろそろ霧も晴れてきたんじゃないか。探索を再開しようぜ。どこか行き。 Okay, let's head back. So, two areas now. You can go to the left or to the right. Let's go to the middle one, the right one. どうしたの？空気が変わったわ。確かに言われてみれば。ちょっと陰気臭いですね。この感じ。ああ、俺たち知ってるぞ。これって異界の空気だよね。そうだ、同じ空気がここに満たされている。ってことはさ、つまりこの先のどこか、そんな遠くないところに門があって、門はすでに開いているってことだね。いよいよ油断ならなくなってきたってわけだな。より危険が多いはずよ。一層気をつけないと。Okay, there's a boss there, like a mini boss on the right side. Plus, there's a chest. We need a chest, yes, because the last one, it said staff. Yeah, so maybe it's one of those chests. Hopefully. Yeah, but it's probably behind this one.よーこいつ多分強い。セーター連続よ、当てる。そこそこ、セーター連続よ、届いて。パティ援護、当てる。そこセーター連続よ、その剣が見合った。合わせて、セーター連続よ、剣どう抜けそう。まだまだ援護するよ。妖精さん、パトリッカーさん、援護を合わせて。どうだろう、まだまだ。セーター当然の結果よ。
もっともっと強く戦場に行きたい。まだまだ強くなれそうだぜ。無駄にはしないわ。すごい、何が出るかな。 Okay, we got it. Nice.Okay, let's complete this area first. This is the first one, so... Okay, there's a monster in front of us. Let's kill it. Okay, how many? Nine. One. Now, it revived already? Are you serious? We just defeated it. It revived already. Okay, we can skip it. Okay, let's start from the... From the bottom. It's locked, though.What is this? How can we open? I can see one. I can see two. Okay, probably we need to activate something. Yeah, we need to activate the teleporter. Okay, we got two now.Let's check the other places first. Let's see if we can activate something here. Here we got bow. Okay, one in the middle. How about here? Okay, there's one more there. Oh! Run! Okay, how do we go to the left side? Okay, let's go here. I got no choice. 調査ノートの補充はできてる。今日もたくさん調べるぞ。Yeah, there's no... there's a marker in there, okay. Gate room... Let's start. No, we don't need to start from here. I got it wrong. Second. This one.こいつ多分強い。正解、当てる。連続よ。そこ
この剣が見えるかしら。正解。連続よ。風を感じて。そこ風をまとって。正解。連続よ。ライカ行くよ。風を感じて。お願いします。正解。連続よ。やっはっ届いて。ガリア振り注げ。正解。連続よ。そう。そこやっ風を感じて。届いて。まだまだそこ、うん、当てる。そこ正解。まだまだ連続よ。届いて。そうだ。まだまだ風を感じて。そこ風をまとって。そこ抜き上げる。は届いて。私もまだまだ戦えるみたい。もうちょっと成長できたのに。まだまだ強くなれそうだぜ。無駄にはしないわ。もうちょっと分かりやすい情報が欲しいな。 We got 1 10. I mean we got 10 here. Let's start from the okay. Again, it's a teleport. I forgot. 3手に入ったのは嬉しいけど、また考えるのが大変だな。この感じ。Or okay, right here.この手がかりからどんなことがわかるかな。 Hey, where was that teleport here again? Forgot. Was it here? I think it was here, right? Yes, it was here. Yes, that one. I see it now. この不気味な感じって。 Hey, bottom area first.6 7 Okay, 8 あ、なんかわかりそうかも。 2 more.なんだか気分が悪く、この先に何があるっていうの。ほっはっはっとりゃ。気をつけて、かなりの強敵です。正解。連続よ。当てる。連続よ。当てる。そこせーのやっはっ。ライバー行くよ。せーの連続よ。ライバーお願いします。これならどう。そこさせるよ。連続よ。届いて。光よ振り注げのライバー行くよ。連続よ。どうだ。届いて。風を感じて。まだせーの連続よ。どうだ。当てる。剣の前見せてあげるわ。まだまだ、この剣を変えた。当然の結果よ。一度分かったことを整理したいな。一回メモを整理した方がいいかも。どこに行きますか。ここはちょっと危ない。Then again, let's start from the left side.
そうだけど負けない。正解、当てる。連続よ。そこそこ、や、正解、届いて。連続よ。当てる。そこ正解、連続よ。ライザー行くよ。届いて。当てる。ライザーさん、お願いします。お願い、任せてください。この剣は見えるかしら。正解、連続よ。どうだ、そこ風を感じて。はあ、届いて。まだまだ、ライザー連続よ。お願いします。どうだ、そこ風を感じて。正解、連続よ。どうだ、まだまだ咲かせるよ。私もまだまだ戦えるみたい。もっともっと戦闘できたよ。まだまだ強くなれそうだぜ。無駄にはしないわ。あれって、いやいや、そういうことじゃないか。 There's a lot in this place. これどんな人の思い出なんだろう。 There's one more.新しい手がかりだ。みんな気をつけて。そこ、や、当てる。届いて。そこ、たくさん集めればきっと遺跡の謎も解けるはずだよね。How many now? Seven. Yeah, let's just DP back. It's much faster. This one, right? This way? To the right side now. もっと情報を手に入れないと。It is right here.ちょっとで何か分かりそうなんだけどな。Here, one more. ほっ、ほっ、どうして抽象的な情報ばっかりなのかな。どこに行きますか。ここはちょっと危ないか。The problem is, how do we open this one? This is the thing, how to open this place? Or can we even open this place?Oh, the other door! I see, I see. Yes, the other door. Yeah, was, I'm so stupid, man. There's another door here, yes. やっぱ大勢で賑やかに冒険するのが一番楽しいな。 How many do we have here? We have a 6 out of 9?
7 やった手がかり発見 8 Okay, one more あったこれこれ Okay, where haven't we went? 結構珍しいものかも Okay, 1, 2, 3, 4 Wait, there was one here There was one there ちょっと危ない Here. Okay, there. Yes. I forgot to take it earlier. I saw it when we, moved past here. That's why I was, wondering, like, why is it 8 out of 9? Okay, how many here? One only. If it's only one, then we can finish it once we get it. Where is it? Over there. Okay. Let us finish it. Okay, before we fight the final boss, so let's start with this, the final garrison. Warriors remaining, fighting demons. Okay, this one. Bringing the witch outside. Bringing. Force the witch out. Garrison strength. Pass down new technology. Fire vortex distorting mana. Okay, not that. Magical barriers. Not that one. Not this one. This one. Okay, it's a new technology. Underworld power, fairy stone weapon. Weapon. Okay, not that one. A sword. Demon King undefeated. Okay, not that one. Demon King's threat. Traveling merchant, dangerous battlefield. Merchant memory. Frontline. Okay. Braces of war, warrior's armor. Distorting mana. Wasn't it? Yeah, distorting mana here. Demon fairy stone. Combining fairy stone. Okay, this one. Making mana. Phantom Beast? Okay, there was a Phantom Beast here. Phantom Beast, this one. Stone is enough? Not enough. Stop by mana. Walls charged with mana. Okay, that was it. Sealing the temple, stopping the demons. Okay, sealed underground temple.
Pass down knowledge, continuing for generations. Okay, this one. His soul cradle. 私が知ってるのは Last prayer, saving your soul. This one, okay. 最初から死ぬ気だったんだ Meet your fragment charm. こんな戦いがあったなんて Okay, this one. もう片方の星の方に行けたのかな Bond between stars, travel instantly. Instantly travel. 確かに、体以外もいろいろ転移してるけど何に気づいたんだろう? Red fairy stone holding souls. Okay. わかった! Warrior's vessel guiding star. これは… Okay, not this one. 違うかな? This one. Star crystal for the warriors. Hope for the warriors. This. 推理完了! 納得の名推理! あ?分かっちゃったかも。これの情報は。Temple protection, realm of the dead. これはないかな。神殿の中は生死の境が曖昧なのかな。一体どういう仕組みなんだろう。Unknown world visiting witch, this or this? Okay, that one. ようやく分かった。私が知ってるのは。Frozen Moonwall. 氷月の力ならフィルフサを抑えつけられる？これすごい情報かも。Okay, we got it all. We completed everything. Yes. 100% all now. Look at this red carpet. It's a gate. あれは…なんだありゃ。あの門は…やはり…門だよね。でも何か…変だ考えたくはなかったがやはりあれは古き門に間違いない古き門異界への門とは違うの紛れもなく異界への門ではある唯一にして最大の違いはクリント王国の錬金術師たちが人工的に作り出したものではないということだ太古の昔に自然に誕生しそのまま残っているもんだそれは何か都合が悪いんですか自然物だからな門の閉じ方が確立されていないえ薄々感じてはいたが当時の人々が遺跡を作った理由も納得だこうするしかなかったんだろうくれよ、デキ。あれってもしかしてフィルフサたちを滑る虫歯みの女王いや姿が違う前に見たのよりもっとヤバそうなやつだよ古代フィルフサの王だわもうこっちに来てたのかよ
まずいな、猶予がない。増援が溢れ出てくる前に門を閉じねばならん。でもアンペルさんはあれ閉じられるの？私は古き門の可能性を考え閉じ方を調べ続けてきたんだ。とにかくやってはみるが、正直わからん。お前たち任せるぞ。私はアンペルを守らねばならん。やるしかないみたいね。うん、負けるわけにはいかないよ。俺たちの世界に来たことを後悔させてやるぜ。僕だって強くなったんだ。お前なんかに負けないぞ。私たちの世界をあなたたちの好きにはさせない。この世界には俺が探すべきお宝が山とあるんだ。邪魔はさせねえ。ここで終わらせる。みんな行くよ。Okay, time for the final battle. In the first Ryza game, we fought the queen. Now, legendary monarch. Okay, what's it doing now?It broke its armor. Yosei-san, onegai! Seika! Ateru! Renzoku yo! Soko da! Soko! Mada mada! Kono ken ga mie... Mada mada! Seika! Ateru! Kore de dou? Seika! Renzoku yo! Dou da! Todoite! Mada mada!受け継ぎの舞、この剣が見えるかしら。ホトリツヤさん、合わせて。ファイナル連合を。ファイアダメージ。アタック。連続よ。どうだ。届いた。まだ。熱き剣。受け継ぎの舞。連続よ。出る。どうだ。この剣が見えるかしら。まだ。逃がさない。まとめていくよ。Oh my god, you spirit bomb. 21 damage. Oh no, what? Fatal drive. Use it. Boom. It ended. Imagine you being a legendary monarch defeated by Patty. どうにか勝ったのか。まさかまたこんなのと戦うなんて。体は動く。大丈夫みたいだな。俺、操作は成功したぞ。これで門が閉じる状況は整った。間もなく閉じるだろう。なんとかなりそうか。これで本当に終わりなのね。
かった。門が閉じる前に、ライザー、お前は一つ決めることがある。その生物を異界に返すのかだ。門が閉じてしまえば、もう開けることはできん。もう決めてるよ、私は。その生物が異界に帰れば、お前が得た力は失われることになる。どういうことだ？これは星の民から知り得たことだが、皆見てきたのではないか。ライザが遺跡で不思議な力を発揮していたことを、過去の幻影を見たり、残された思念を感じたりしていたことを。まさかあれって錬金術の力もそうだ。新たな錬金術の力を得得したのだろう。それもこれもその生物がライザと共鳴し魔力を与えたから成し得たことだ。それがなくなるってことか。いいよそんなの。私は最初からフィーを異界に返すって決めてたよ。フィーには元気でいてもらいたいから。フィー大好きだよ。フィーずっとずっと大好きだから。フィー、今度会った時は相棒になってくれよ、フィー。フィーちゃん、ずっとずっと忘れないからね。どこにいようと、あなたは永遠に私のお友達よ。いつか向こうで会いましょう。フィー、僕たちのこと忘れないでね。元気でやれよ、約束だぞ、フィー。また会おうね。帰ろうぜ。ライザのアトリエにさ。That is so sad, man. Oh my god. Dude, I hope Fee shows up in the third game, right? Dude, it's so sad. It said bye-bye, Mama Teresa. Ah, no. Yeah, please show up. Please, please. What do you call her name? Kilo, right? Kilo didn't show up. She was in the first game, but she didn't show up here because she's in the underworld. But I hope even a little bit of an Easter egg or a cameo. Even by the end of the last or the third game, right? It's like the final adventure. So I hope Fee would show up. Even at the last part. That would be very nice. Fee. Hopefully, please. 流れ星みたいに突然現れて、また流れ星みたいにいなくなっちゃった。
島に帰ろう。そうだ、みんなに挨拶しなきゃ。No, B was standing here last time. He's gone now. And okay, so we're gonna say goodbye to everyone in the next episode, guys. So yeah, this was pretty sad when we finished the boss. It wasn't even about the boss. It was about Fee leaving. Come on, I hope Fee just stayed. Okay, so yeah, I'll see you in the next episode. And we're gonna say goodbye to everyone. Okay, bye-bye.